こんにちは。これ携帯電話ねスマホって言いますけどもあのスマートフォンがないことによって社会的関係がなかなかうまく構築できなかったりとかする時代だと思うんですよでその中でねブラックの方でも確実にこのスマホ携帯電話の契約ができるようなサービスがありましたんでちょっと紹介したいと思いますそれはねリスタート携帯ってやつなんですよ これは一般社団法人がなんか扱っているものでこのサービスというのはその自治体でもね活用しているところが多くってブラックリストに載っている方とか生活保護受給者などにもそのサービスを提供しているんですよねで携帯電話がないことによる悪循環を断ち切ってです、ね、利用者の方が自立した生活を送ることを目指している。 そういうコンセプトなんで、まあ確実に身分証明書があれば契約できますんで、一度お問い合わせいただいてはいかがでしょうか。携帯電話の利用にすごく困っている方とかね、生活困窮に陥っている方には朗報だと思います。リスタート警戒、えー、ぜひね、動画概要欄にありますので、えー、ご利用いただければと思います。そしてそのリスタート携帯をした暁にはね、みんなの銀行っていうアプリがありますので、そちらの方をちょっとね、ダウンロードするなり、なんなりして、ちょっとね、 最初の資金を得てほしいと思います。最大30万までゲットできます。それでは、みんなの銀行の情報もその概要欄につけておきますので、そちらの方をご活用ください。まずはね、みんなの銀行アプリでダウンロードして、そこに私の紹介コードをつけることによってスタートできます。最初からこれお金が入っている状態になりますので、お得ですよ。次の日にはもう引き出せます。どうぞ利用してみてください。それでは。